河湯温泉駅は北海道川上郡手鹿賀町河湯駅前一丁目にある北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は B66。電報略号は灰。1977年の河湯駅と周囲約 2km3km 範囲。右上が阿波汁方面。左に後沢プリが控える。川湯温泉街は 左上方向の駅から約3キロメートルのところにある。駅はカーブ上の少しずれた形の相対式ホーム2面2線と、駅裏側に副本線など貨物線が2本、駅舎横のしり側に貨物ホームと引き込み線2本を有する。駅裏の釧路側にあるストックヤードにはかつて木材が望みされていた時期もあったが、すでにほとんど使用されていない。 写真中央付近から森林の中を山裾に沿ってカーブして下へ、まっすぐ向かう筋状の細い道は、明治時代の釧路鉄道の軌道跡、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成地名より、アイヌ語で、熱い、イコール温泉、川を表す、セセペの意訳である。百八十八年三月十三日には、 温泉のイメージアップを生かすためとして、温泉を追加して解明した、相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅である。かつては、単式ホーム、島式ホーム混合の2面3線を持っていたが、3番線は現在は使用されず、除雪車両や工事車両の留置に使用されている。ホームの移動は、構内踏切を利用する。構内には、側線や車庫もある。駅舎は、 一位の丸太を活用したハーフティンバー様式の山小屋風の作りである。1日の平均乗降人員は以下の通りである。温泉街は駅から4キロメートルほど離れた位置にあり、早朝と夜間を除き列車と接続してバスが運行される。当駅は阿寒摩周国立公園の玄関口でもある。川湯駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。